はい、どうもこんにちは、ジーです。ということで今回はですね、リアタイのコンボについてなんですが、あのスピリッツ対決の時のですね、そのコンボなんですが、特殊能力を全員マックスにすると出る類稀なる才能の団結が出るとかなり香るというのを検証してみようと思います。あの検証というか、前々からちゃんと発動はさせないといけないなって思ってたんですけど、ガチオーダーに入れてる源田選手の特能がめんどくさすぎてマックスにしてなかったんで、まあ今日はちょっと選手を入れ替えつつ全員マックスでランクいこうかなと思います。まあ、これでどのくらい変わるかっていうと、本当あくまで運要素が 100% に近い感じなんで、まあ、参考程度っていう感じなんですが、10打席分でここまで差が出ました。最大4400まで上がったんですが、これが純正の4100だと4500あたりを超えてきます。あとプラスで勝利の使者とか、まあ、特殊をしっかりやってるとさらに上がるかなっていう感じですかね。でこれがどういう風に決まるかというと、この画面のコンボ一覧のやつなんですけども、おそらくランクも、まあ、裏で動くというか、まあ、こんな感じの要素だと思うんですが、ちょっと詳しく調べてきたら、クレイさんも同じことを気にしてて、あのスピリーグでコンボの差によって全打席スピ負けするみたいなことがあるんですよ。これね結構きついと思ってて、あの最初にコンボが決まってるとしたら、ずっと極みベイスターズ魂じゃなくて超の、あの一つ下の方になっちゃうんで、まあ、純正対決で唯一の星5のコンボが出ないっていうのは本当にきついと思います。で、まあ、そういうのがあるんで、ゼンちゃんもですね同じようなことをツイートしてて、今コンボパワーをルームとかだったら、まあ、変えられるんですけども、無制限がおそらくランクの仕様 で 0% にするとコンボが、まあ、こんな感じで表示がされなくなるんで、いわゆる、まあ、スピリッツ対決がなくなるみたいな認識でいいと思います。まあ、そういう理由があってですね、まあ、ランクでもどうせならその一つのコンボの中でも一番上のものを発動させたいんで、まあ、特殊能力レベル360まで上げて試合したいよねっていうのが今日の趣旨なんですけど、基本まあコンボは気にしないのがリアタイだと思うんですよ。まあ、僕含めみんなもそうだと思うんですけど、その中でも強い選手を使いながら出せるコンボの一つとして、類稀なる才能の団結があるっていうような感じです。一応特殊能力系だと、その360の一つ下が240レベルで結出した才能の連結になるんですが、まあ、結構違うんで、まあ、どうせならやれる方はやった方が、まあ、ランクだったら絶対有利に動くと思います。さあ2回表、あーなんかのコンボ足りてねえな、これ4400でやりたかったんだけどな、ちょっとわかんない、何が足りないんだ、ここの外も足りないと。ナイス。まああんま関係ないっちゃ関係ないんですけどね、まあ、関係あるとしたら最新の投手が来たら関係あるかなって感じですかね。でまあそこのスピの勝負で勝つみたいな感じのイメージだったんですけど、で1番帰ってきた、すいません1回も出ねえよ。ちょっとコンボ考えて組んでこようかな。あーいいんじゃない、入るか、あ入るのか、いいバッティング。まあスピのゴリ押しも結構強いけどな、難しいとこっすね。あんまりコンボはね、まあ、考える必要はないっちゃないんですけど、あーやばい、ここ少なくともナイス、5点目かな。これで9点か、9点必要なんだ。1回も届かんもダメだこれ、いけ、ホームランじゃね。さあおかわりくん、ない4360あたりをちょっとうろうろしてる感じだね。ホームランで終わり、これが1球目、うー入るか、入んない、ライドラみたいな打球、強えなこのオーダー、めっちゃいいわ。オマリーもねいい感じで打ちやすかったし、坂倉さんで久しくホームラン打ってねえから、打ちたい、あー入んねえか、これで9点入りました。OK、2試合目行こう。いやーすいません、完全にね企画が倒れてしまってるんですけど、ちょっと申し訳ないこれは。まあでも出るときは出るとは思うんで。でここはですね、最新の選手じゃなくて3900のギータですね。3925だから、まあ大体4200いけばいいとこ、まあこれがいいとこじゃないかな。ここまで上がればね、もうスピ解放した意味も全然あるかなとは思います。うわぶね、え、ああアウト、今のタイミングセーフに見えた金田投手ね。まあストレートに気をつけつつっていう感じで、出てくれ1回でもいいから。いやもうダメだ、いつもと変わんねえなって感じですもんね。これだったら意味ねえわ、出てくれ、いや全然足りん、26も足りん、スタミナはこれはわかんねえ、あないな、あそもそもマイナス1か、しかも疲労もしてるし。さあブーマーだって下手したらそれでね、能力がまあ129だったら1マイナスになっちゃうみたいな感じになっちゃうんでね。さあおかわりくん、マイナス1だけどもスタミナがないから、多分ね相当これ変化量マイナス3ぐらいまで下がって、マイナス2か、マイナス2ぐらいまで下がってるんじゃないかなと思います。あでもマイナス1だからマイナス3があるんだ、そうマイナス1があるとね結構ややこしいんで、みんな気をつけてください。ここもだ、
ボールだ、やば。ちょっとここはさすがに強制したい。2試合連続の強制でいきたい。あ、はい、 OK、 あと1点。さあ外、どうやったら4400出んだよ。マジでこれわかんない。あー、ピッチャーだと届かない。あー、でも結構落とすな。さあどうだろう。いや、いかんな。いや、この今のね3つのコンボで4400いってたんですけど、やっぱ模擬戦となんか違うんかこれ。うわい、ナイス。くっそ、原因がわかんないまま撮影するのちょっとやだね。これどうもできねえな、これは。わかんねえもんだって。ここもダメ、もう全部ダメ。ナイス、あと1点。さあブーマー、4347。いや、最新の投手とも当たんないし、なかなか難しいとこっすね。うい、めっちゃ綺麗今のブーマー。ナイス逆転。これで8点か。今模擬戦で同じようなことやってきたら出なかったんですよ、あの4400になんなくて。どういうことなんこれ。なんであの時あんな4400連発したんですかね。原因が全然わからん。たまたまでそんな4400なんていくわけないっすもんね。ちょっと原因教えてくれ。たまたまでそんな起きねえぞ絶対に。うわ、ミスったし。あ、飛ぶんだ。入るの。めっちゃミスバッティングだけど。あー、ここ全然伸びねえし、さっきよりもスピリッツが低いっていう状況になっちゃった。いや、申し訳ない。4300、100も足りん。なんかピッチャーで変わるとかこれあります？藤川さん来た、 S ランク。いや、変わんねえ。極み6球団のやつがなんか必要。いや、逆？極め6球団のやつがいらないとかって感じ。確かに6球団のやつはね結構出るから、まあそれなしにした方が逆にいい説はあるか。4300でも届いてねえじゃねえか、マジか。いや、最近ねビエラと、藤川さんか、その2人めちゃめちゃ練習してて、結構ボールが、ああ見えるようになってきてる。ああ、上手くなってるかもしんない。結構ツーシームを、そう、気をつけながら、まあ、ストレートをしっかり意識していくみたいな感じなんですけど。あー、ボールだー、悪くない。坂倉さん4322。藤川さんの配球はねストレートじゃなくて、やっぱツーシームスプリットの、そう、こういう使い方で結構どうしようかなってなっちゃうんで、打つ方はそこの使い分けっすね。でこれ多分インコースからのツーシームかなと思います、最後。だから、なんていうんですかね、今みたいな感じのインコースのストレートを見せると、まあ、インコースからツーシーム来るんじゃないかなみたいな、まあ、分かっちゃうんで、まあ、それを悟られないように配球していくっていう、まあ、マー君の動画の時の布石を作っていくっていう感じですね。でここにツーシーム来てるんで上から落としてくるとか、うん、次4球目多分上から落としてくると思います。スライダーか、ボール球。全然違った、すいません、読み打ちが下手すぎて。4300届かず。あ、待って、タイピンはない。満塁ホームランで終わろう。そう、こういうのもね実際布石にはなるんですけど、分かっちゃうからどうなんだろうなっていう感じですよね。でもそれをやらないとランクだったら抑えられないっていう部分があると思うんで、まあうまく使わなきゃいけないですね。うわ、入ってくれ。入んねえか。お、全員回った。8点一気に入りました。えぐ。またね調整してきたんですけど、73か、模擬戦だったら4399まで行きました。だけどなんかランクになると出ないんだよね。久々にこんな企画で失敗しました。マジで本当に原因がわからん。あ、惜しい。4383か、もうちょいだな。まあ、企画は全然なんかダメダメなんですけど、バッティングはえぐい調子いいっすね。よっしゃあ。アウトコースのツーシームはね、ほんとちょっと少しでも甘くなるとすごい打ちやすくなっちゃうから、マジでこれぐらい、本当に今のカットぐらいギリギリに入れないと多分結構打たれるかなって感じ。いやー、今日は本当に申し訳ない。本当に意味ない動画になっちゃった。まあでも少し考えるだけでも、まあスピリッツは少し変わるっていう風に思っていただければと思います。はい、4377。最後はノーアウトでいきたいですね、これ最後の試合は。やばい、めっちゃボール球でした。4372。惜しいな、マジで惜しいところまで行くのに。さあホームランで終わり。4373、タイピンチ。いや、西さん、やはり先ほど
おい、気持ちいい終わり方しました。はい、ということで、すいませんでした。企画は完全にダメダメでした。ということで、G でした。ありがとうございました。お疲れ様です。